始まりました。家計物のゲーム実況チャンネルようこそー。ということで最初のレースはカラカラ砂漠のミラースタートー。ということで始まりましたけれども、さあということでまずアイテムを、あ、やべえ、獲得できなかったですね。ちょっと私としてはちょっとまずはアイテムを獲得しとかなきゃいけないけど、あそこのダブルは取りたいな。オッケー、あそこのダブル取れた。オッケー。さあということでどんどんまずは、やべえ、使わなくてよかった、よかったよかった。どこで使うかは重要なんだよな。よし、一回ここで使います。よし、ボンも避けて、まずはよし、お、最初に3段、まあ、これはまあ別に、まあ、まだ1周目やから別にそこまで気にすることではない。あ、待って、5位キラーいるじゃん、やば。さあということでどんどん攻めていかなきゃいけない。お、当たった、めっちゃ、おっと待って、ちょっと電車はこれ効いてねえな、この電車は効いてねえ。オッケー、じゃあまずは、そこで降ろされても困るぜ。さあ、まずはアイテムを取りたい。よし、取った。お、キノコ、めっちゃいいじゃん。いやー、これちょっとミスったかもしんないですね、これちょっとこれミスった。よし、オッケーオッケー、オッケーオッケー。さあどんどん抜かしていくしかないぜ。さあショートカットはどこだ。あ、やべえ、あー、オーマイガー、あー最悪、9位。はい、ということで第2レースはアイスビルディングスタート。さあまずはアイテムを獲得していかなきゃいけない。まあちょっとこれはアイテムはまだ獲得できないけど、まあコインはもう少ないんでもう使っちゃいます。さあということでどんどんコインを、さあここはもう外から、あー、やべ、ミスった、クソ、でも大丈夫。さあ、アイテムを取りたい。よし、 OK、 OK。さあということでアイテムをどんどんね取っていきたいですね。お、あ、おお、ちょっと落ちてしまいましたが、まあアイテム2個獲得できたんで。さあ、あ、あ、ちょっとこれ何 cc かわかんないですけど、見とけばよかった、何 cc か。まあまあそれ関係ないんで、まず攻めていってポイント獲得していきます。さあ行きます。よし、アイテムを2個取れればいい、2個取れば、あー、ちょっと2個は取れなかったか、まだが、あ、めっちゃいいじゃん。よし、さあさあどん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 、よし、いけるいけるいける、あー、ちょっとむずいそうだなこれ。よし、おっ、またスター、よし、いいじゃん、めっちゃいい。さあここから攻めてくぜ、攻めてくぜ、攻めてくぜ。あー、やべ、アイテム取れなかった、まあいい、まあまだ2周目全然大丈夫です。マリオカートはね、あそこで攻めれるんで、お、奇跡起きました。マリオカートは1周で逆転できます、全然。それをまあ証明したいが、まあ、できたことは一度もない。よし、まずアイテムを獲得した。まあここで次もアイテムを獲得できたらいいんだが、まあ獲得できませんでした。よし、じゃあどんどん攻めていく。よし、あそこのダブル取りてえな、あそこのダブル取りて、絶対取りて。オッケー、取れた。よし、めっちゃいい。よし、もうここ攻めてくる。よし、回転して、はい、回転して、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、お、いいんじゃん。よし、オッケー、2位までいった、2位までいったよ。さあ1位、あー、2位だ、まあまあまあ。はい、ということで第3レースはリボンロード。これね 200cc なんで気をつけて進まなきゃいけない。ス
タート !200cc だから正直進んで考えていかないといけないですよ。よし、さあどんどん行きます。さあ行きます。さあどんどん行きます。おやべ、もう何が起こったか今全く処理ができてないぞ。あーやべえ、ちょっとここね 200cc だよね。これ結構ブレーキ必須なところですよ。これよし、どんどん進んでいかなきゃいけないですね。これはもう多分どこで使うか正直考えどころっすよ。これさあ行きます。さあ、おやべ、落ちた。やーべえ、ちょっと落ちすぎましたね。さあもうここ使っていきます。さあ、あ、おう、危ねえ、200なんでね、なんとか使いましたけど。おやべ、ちょっとやべえな、やべえ、200慣れしてないのマジバレバレだ。やべえ、ブレーキって B だったっけ、合ってるね多分。やべえやべえやべえ、あーやべえやべえ、もう200マジで慣れてね。やべえ200、やべえもう200慣れが。やべえもう200慣れがしないけど、今俺3段持ってるぜ。さあここから逆転ジョブ OK。 さあ逆転します。さあここからだが、しかしパワフル、パワフルだけど、パワフル、おっ、うわー調子乗りすぎた。やべえやべえ、さあもうここね正直めっちゃ使っていかなきゃいけないんだよな。あやべ、クソジャンプしすぎた。うわーちょっと、うわーそんないいアイテムじゃなかったな。うわー最悪だよ。 200cc きついっすね。はい、ということで第4レースはぷくぷくビーチ。さあまずはアイテムをね拾わなきゃいけない。まずそこからだ。さあ、アイテムは何が出るかな。当たってほしいけど、まあまあ当たった方がまあ難しいよね。よし、まあここシングルでいきます。さあまずはアイテムを回収していきます。よし、さあどんどんヒットしていきたい。よし、じゃあまずここショートカットでまず1個使って、で今3位ですね。さあコインが全然たまってこれどうにか阻止しないとね。お、またキノコ、やったね。はい大丈夫、これはもう休憩します。うわー、あそこのコイン取られましたね。さあどこでキノコを使っていくかが正直結構ポイントなんですね。これ今2位だけど正直結構きついかもしんない。あぶね、まあちょっとここはちょっとまだ使わないでいきます。今6なんで結構きつい。やべ、さあもうここから、お、ある意味この3段ある意味でかいかもしんない。あれ今2人目見えてるもん、2人今見えてるんで復帰できればすぐ勝負いけるいける。はい、まずしのぐ、まあここシングルだね。よし進む、はい進んで、さあ行きます。さあ、あやべ、よし、さあこのダブルアイテムかかってる、マジでかかってるぞ。よし来た、触れた、オッケーオッケーオッケー、いけるかもしれない。あい、くそ変なタイミングで。よし、さあいけるいける、あちょちょ、うんうん、あー9位か。